これはある家の間取りである。ゴー！めちゃくちゃこの物件いいじゃん。でもなんかこの間取りのこの部分だけなんか変なんていう些細な疑問からなんかもうすごい大変なことになっていく小説、変な家話。イエーイ、こんにちは、はじめまして、貝柱です。この小説気になってるけどちょっとどんな話なのか気になるなって迷ってる方、ぜひこの動画見てもらったらね、ああねそんな感じね、量把握できるんでね、ぜひ最後まで見ててください。気に入ったらぜひね本購入してうけつさんのチャンネルとかにも行ったらいいんちゃうん。さあ、今日は変な家っていうね、小説の話なんですけれども、うけつさんってね、もう皆さん知ってる方の方が多いですよね。僕も前、何かおかしいっていう、うけつさんが手掛けていたドラマの話も一回させてもらったんで、気になったらそこの動画も見てほしいんですけど、概要欄にリンク貼っときますね。その人が書いた、面白小説ですよ。で、小説とは言いますけれども、どうだい？あなたたち、日本語は読める？失礼。非常に噛み砕いた文章でめちゃくちゃ読みやすい。図解もいっぱいあってね。わーおって感じ。テレビくん5月号って感じ。失礼じゃない？ごめんって。まあ、でも、つまり、ニュアンス的にはそれぐらい読みやすいということ。で、結構不気味よ。うん。今日はそんなものの話をします。ちょっとネタバレ的には、何個か家が出てくるんですけど、間取りのね。それの1軒目の家のカチッと一段落つくところまでのネタバレがこの動画で入っちゃうんで、ちょっとすいません、恐縮ですけれども、よろしくお願いします。3月にね、実写化もされる、公開予定でね、間宮祥太朗さん、佐藤二朗さん、川栄李奈さん、このお三方が出るっていうのでも話題ですよね。うけつさんもなんかさ、出ねえかな、なんか。ひっそりとさ、仮面の下取ってさ、素顔じゃわかんなくね、出ても。だから出ねえかな、そうやって。素顔は仮面だから、あの人。悪いけど。何仮面って。ねえ。うけつさん知らない方ほんといないと思うんですけど、一応簡単にご紹介しとくと、インターネットを中心に活動するホラー作家。YouTube もチャンネル持ってます。ウェブライターさんですよね。いろんな不気味なものを手掛けています。非常にファンアートが描きやすい。シンプルな顔立ちでおなじみのね。あの人です。はい。よろしくお願いします。うけつさんの作品でなんか好きなやつありますか？ぜひね、よかったらコメントバシバシください。よろしくお願いします。じゃあちょっと早速ですけど、いいですか？いいよ。あざっす。変な家のね、ちょっと導入部分からあらすじを話させていただきます。頑張ります。やあ。このお話の語り手、私とか筆者とだけ表現がされています。オカルト専門のフリーライターですね。だからうけつさんの写しみみたいな感じかもしれませんね。時は2019年9月。私は知人である柳岡さんという方に相談されます。ねえ、うけつさんっていうか、筆者。相談内容っていうのが、なんだか奇妙な内容で、まずこの柳岡さんという方、ご結婚もされていて、第一子誕生間近です。お腹の中のね、胎児ちゃんもね、もう今かとね、もうおぎゃり待ち。はい。そんなもんですから、家買おうって考えてるんですって。で、何軒も、この家がいいかな、あの家がいいかなって、もう何軒も見て回って、見つけたんですよね。いい戸建ての家を。都内。わーお、都内。静かな住宅街ですよ。ね。駅が近くて、にもかかわらず、もう自然もなんか多いと。木々が、なんか、でかい顔してる。うん。で、中古の物件なんですけど、築浅です。内装もいいんですよ。すごい開放的空間で。明るい、こう、内装。窓が多くて、光もいっぱい取り入れられる。わ、いいね。いいじゃん！これ買っちゃえばいいじゃんって思うんですけど、ただ一つ、間取りが、ちょっとおかしいなぁという感じなんです。一つちょっと図引用させてください。これ。1階部分ですよ。台所とリビングの間の壁、謎の空間があるんですよ。なんだこれ。どこにもドアないから入れないんです。不動産屋さんに聞いても、いやーわかんないっすね、弊社は。そんなんもあって、なんとなく気味も悪いので、購入を迷っている次第です。っていう風に相談をされたわけです。オカルトライターっていうのを知ってるからさ、そういうなんか怖い関係のことで、情報ないかなと思って相談してくれたんですって。でも、この私もね、筆者も、わかんないから、その物件のことも。不動産屋じゃないからさ。怖いこととかいっぱいね、情報として方々からもらったりはするけど、いや、不動産王じゃないから私はって思って、ある人に相談します。栗原さん。この人は大手建築事務所の設計士なんです。で、オカルト系が好きだからさ、そんなんでこう、知り合いなんじゃないの？栗原さん、こういう風にね、聞かれたんですけど、どうですかって聞いたら栗原さん言います。この先、こういう予想が立てられます。両親が子供に殺人をさせていた家なのではないか。もう飛躍した。すごい。陰謀論者もびっくり。まあ、これに行き着くまでにはいろいろ紆余曲折あるんです。それちょっと話しますね。ポテチとか食いながら聞いといてくださいよね。栗原さんが言うには、この台所の壁ですよ。この空間は本来必要のない2枚の壁でできておりますと。だってそうでしょ？これさえなければ、もっと台所広々使えてですよ。もうクッキングパパもにっこりの素敵空間のキッチンで使えるのに、なぜかこの2枚の壁で空間ができてる。そのスペースを埋めてまでこの空間が必要だったということですよね。そして前に住んでいた住人の人たちの情報ですけど、夫婦と小さな子供が住んでいたんですって。はい、じゃあ2階の間取りを見てみましょうと。これもちょっと引用させていただきますが、一部。ね、見てください。子供部屋。子供部屋だ。の前にドアが2つある。え、ドア2つ？レコーディング室？で、この子供部屋だけ窓が1つもないんです。で、その中にトイレがある。え、子供部屋専用トイレ？え、なんか、独房みたいだねってもある。だからこの家の夫婦は子供をこの部屋に閉じ込めていたのではないか。子供をこの周囲にバレないように隠していたんじゃないのか。子供の存在そのものを隠していったんじゃないでしょうね。だっておかしいですよね。開放的な窓がたくさんある家なんですよ。だけど、なのに子供部屋には窓一つない。二重扉。ビア。まだまだおかしなところあります、この家。開放されたシャワー室。で、それと別で用意された窓のない浴室。窓がない。これ2階の部分にあります。もう見ていくとどこもかしくもおかしいとこばっかりなわけですよ。おい、この野郎。どういうつもりだよ。まあそもそもこの間取り自体なんかおかしいっていうか特殊ですけどね。みんな引っ越しとか結構する人、僕結構2年ごとにしちゃったりする人なんですけど、だからよく賃貸の間取りとかよく見たりするからね、あれなんですけど、普通さ、間取りってさ、ここ何々室、何々室とかってさ、借りる側が決めるじゃん。そんなん住む人なんだから。だけどこれもう間取りの時点で子供部屋とか、ここリビングで、ここ寝室で、ここにベッドが置いて、もう決まってるんですよ。いや、そんなこっち借りる側が決めるしって感じだけど、すでに決まってるから、もうその時点でこの間取りおかしい。特殊な間取りなんだけど。まあ、で、これ余談だし、ストーリーには関係ないけど、でも、だから変わった間取りだねって思って。僕よく夜逃げするからさ、間取りいっぱい見てんだよ、引っ越し先の。うん、やっば、こいつ。まあ、話戻りますけど、さらにこの間取りもまだありますよ。寝室が多いとね、夫婦が2人と子供が1人で住んでる家なのに、寝室は2つあるわけ、ベッドが。おかしな間取りだなぁなんて思って、これ1階2階それぞれ間取りあるからさ、ちょっと試しに重ねてみるんです、間取りを。そしたら、1階の謎の空間と、子供部屋と、浴室がぴったりと重なるんです。まるで2つの部屋を橋渡ししてるみたいに、ピターン！うわー！栗原さん。これって、子供部屋からこの空間を通ってお風呂場に繋がってるんじゃないですか。で、この地下道みたいになってて、通路ですよ、これ。子供部屋と浴室行き来できるタイプの、すごーい。まあ、素人の、その、建築関係とか不動産の知らない素人の、あれですよ、お遊び程度の妄想ですけどね、ははは、わらす。言ったんですけど、栗原さんは、いや、わーわーわーと。紐解いていくと、推理していくと、一つのストーリーが浮かび上がってきました。かつてこの家に住んでいたのは夫婦と一人の子供。子供はある目的のために子供部屋に閉じ込められていた。そんな家にですね、夫婦はたびたび客を招き入れる。そんなお客さんとリビングで小粋なトークをし、で、飯とかも、どうぞ食ってくださいってんで、お酒とかも振る舞う。これ、なんか山形のいい感じの酒です。どっさー。客はもうそうやって丁重にもたなされて、もうすっかり上機嫌で、もうこのヘロヘロですよ。酔っ払ってて。したら言うわけですよ。どうですか？今日はね、もう時間もあれなんで、泊まってったらいいじゃないですか。風呂とかもありますよ。入浴剤とかもいいやつ買ってます。バブじゃないですよ。ね、うち寝室もう一個あるんで、ここ寝ちゃったらいいじゃないですか。どうですか？ね、うちシャンプーもつばですからね、もうバーッと洗っていい頭になってもらってどうですか。そう言って客が、お風呂に入っているうちに夫婦はまあ何らかの方法で子供部屋に合図を送る。子供はその合図を聞いたら、会津屋と会津屋、その子供部屋から抜け穴を通り風呂場伊豆ひやね、客はもうルンルンですよね。うわ、椿めっちゃいい匂いするわ。でもう頭洗って、でそうと子供はその後ろから「いやーがー!」刃物を客の背中に突き立てる。この家は殺人のために作られた家だ!バーン!というそういうことだ!って言うんですよ。これは支援で殺人を犯す家じゃなくて、殺人代行家だーって。そういうのなんか昨今、ダークウェブとかで流行っているって聞きます。すごい手口が巧妙化してきて、その家の一つじゃないですか。窓が多い理由は、この家が開放的な理由は、そんなにも開放的な家でまさか殺人なんか起きてるわけじゃないですかという、その周辺住民の、心理を利用した高等テクニックだ!よく見たらなんか、死体処理のルートもあるような物置もあるぞ!いうわけですよ。で、また、これはまあ私の妄想なんですけれどもね。妄想ですと、あくまで妄想ですってこうやって、わかる?あるじゃん。オカルト好きってさ、怪しいとこ見つけたら、本気にせずともなんとなくこう妄想を言って怖い話としてなんかこう楽しむみたいなさ、軽くみたいなのでこう盛り上がってたわけですよ。いい感じっすね、その考察とか言ってね、あくまで妄想ですって話なんですけどね。ある日ですよ、ニュースが流れるんです。そのニュースで例の一軒家の近くの林があるんですけど、そこでね、バラバラ死体が見つかりましたってアナウンサーが言ってるんです、ニュース。東京都何々区の雑木林で、遺体が発見されました。遺体はバラバラ遺体です。男性なんですけれども、頭部とか腕とかこう、もうバラバラにされてます。一個だけ見つからないんです、一個だけ。左手見つからないんですっていうニュースをやっていてですね、筆者私はマジだったので、バラバラにしたってことは、その死体処理ルートの抜け穴を通りやすくするために体を分割して、妄想で言ってただけだったんだけど、マジだったっていうのが一章、この一軒の家にまつわる話なんですよね。はい。まあみんなこれまで聞いてもまだ、いやだ妄想じゃないですかと。ニュースになっただけでその死体が、その家と関係あることなんかまだ確定してないじゃないですか。ね、その近く、たまたま近くだったわけで妄想じゃないですかって、もうね、思ってるでしょ。読み進めていくとあれよあれよ。はいめん。小説のまあ流れとしてはですよ。まあこういう風に間取りを見て変だね、間取り。で、二人のね、この男がですよ、栗原さんと私と、妄想がこう膨らんでいくわけですよ。ホラー好きなりのこの妄想が暴走してね、こうかもね、こうかもね。そうこうね、やってたら、宮江恭一という男の死亡事件と、これ、絡んでいくんです。そして宮江ゆずきと名乗る女性から連絡が来る。私の夫があの家の住民に殺されたかもしれないんです。宮江恭一のことですよね。私こういう情報を持ってますけど、コンタクトを取ってくる。するとさらにまた別の物件の話に繋がってくる。その物件の謎を紐解いたらまたもう一個の物件に行ってこうリンクしていくわけですよ。あら!これらの物件は共通点があるわけです。それっていうのは殺人用の家としての特徴ね。っていうのが繋がってきて、そうしていくうちにもう時代を遡って、もう、とある遺恨と関係してくるっていう。左手供養。さあ、この不穏な儀式めいた何かが絡んで、どうなるんでしょうか?その真相は君たちの目でぜひ確かめてくれ。バンバン。っていうね、V ジャンプの攻略本みたいなこと言って、この小説、変な家話、完結ドドン!ぜひね、気になったら読んでみてください。そういえば3月30日に大阪でトークライブやります。ぜひ遊びに来てください。沖田祐希くんっていう芸人のね、仲のいい子と2人で話します。映画についての話、訳あり映画を語ろうっていうことでね、ちょっとオフレコな感じの、怪しい話するんで、後が言うと法に触れてる何かかしらって思うけど、そこまではないけど、要はでもまあ、シーな話もするんでね、ぜひ遊び来てください。チケット売ってるんでね、概要欄にリンク貼っときます。はい。じゃあ動画見てくれてありがとうございました。ぜひ他の動画も見てみてください。じゃあねー。